19日、元康指揮する岡崎勢は丸根の砦に激しく襲いかかった。何事じゃ。丸目砦にかかった松平元康、佐久間大学の勇猛にあって苦戦中でございますな。何の佐久間ごときに。元康に伝えよ、一歩も引くなぞ。はっ、行け。者ども、人間一度死なば二度とは死なぬ。こたびはこの信長に命をくれ。者ども、馬上にある信長はすでに生死を離れた。皆の命俺にくれ。くれるものだけ俺に続け。敵に向かって駆けよというだけが信長の作戦原理だ。それしかない。敵に接するにつれ運が良ければ義元の本陣がわかるだ。その時は表も振らず突き入ればよ。具足を焼く烈日の中、信長はかけ兵もかけた。
我こそは薩摩大学森重じゃ。足軽の後ろに隠れる三河の猿め、勝ちをもって勝負いたさ。よう戦った。丸根砦と鷲津砦は陥落した。今川勢の勝利であった。えいえいおえいえいお申し上げます。松平元康、激しく敵を攻め立てて敵将佐久間大学始め地球七つを挙げて改装を進めましてございまする。そうか、やったか。あ、マリネの砦では今や我ら松平勢が完全に占領。そうか、それはめでたい。すぐに立ち戻って元康へ伝えよ。本日の軍功抜群なり。よって直ちに大高城へ入って兵を休めよ。かしこまってござる。ではごめん。うん、腰を上げよ。日のあるうちに我らも大高城へ入らねばならん。幸先が良いの。申し上げます。丸根砦、鷲津砦、昨夜来の戦いでついに奪われました。守りし者たちはいかがした。佐久間森重様をはじめほとんどの者を討ち死にいたしました。敵の数は。丸根砦はおよそ2500、鷲津勢は2000余と思われます。合わせて5000か。はあ、ご苦労、傷の手当ていたせ。はあ、両取りで合わせて守りし者600ばかりと、そこへ5000の敵とは。5000を相手に5600で一晩持ちこたえるは神業じゃ。森重らも本望であろう。無駄死にさせぬ。戦は多勢に無勢をもって挑んでこそ醍醐味味わえるというものにござる。親方様、一気に靴掛けに走り敵の本陣つきましょうぞ。柴田、言葉を慎め。森吉成殿、川尻秀隆殿、おいでになりました。どうせ。はっ。遅れましてございます。ただいま二人して中島砦で見てまいりました。丸根砦、鷲津砦で奪われたようにございます。して敵の動きは。はっ。鳴海城は牢城の構えにて、この大高城には松平元康が軍勢入りました。丸根攻めに元康が。は、松平元康、あの者とは幼少の折会うたことがある。わしとは八つ違いだが、人質として名古屋の城に2年ばかりおった。その後今川の人質となり今日の日を迎えておるはずじゃ。必死の思いで戦っておるのであろう。手強いぞ。は、わしずとりで攻めし、朝日長軍勢は鳴海城と大高城の道確保しておりまする。今川本隊来るのを待つような気配にございます。うん。上門、今この砦に兵はどれほどいる。丸根、鷲津両砦から引き上げてきたものを入れてざっと2500ほど。来る途中、厚田と歓迎砦で 4,500 集めてきた。
つまり3000じゃな。正綱、これは今川はどうじゃ。あちこちに兵を分けて出しており、目下残るは7-8000かと。それでも倍以上か。今川はどの辺りまで来ておる。桶狭間の山に差し掛かる頃かと。おそらく分散した兵を一旦大高城へ集め、一気に清須へ攻め込むつもりかと。その前に決着をつければ。今川の本軍をもう少し減らす手はないか。大高城の元康の動きも気になる。我らが義元の本陣を攻めるとき背後をついてくるとすれば元康であろう。何事じゃ。この近郷の土民ども、戦勝のお祝い言上にまかり出ましたが。そうか。この分では信長めも明日中には下るであろう。その者どもに会うてみようか。はい。俺、水野下野が領民どもにござります。この度は難儀をかけるが安堵いたせ。世の家来どもは乱暴は働かん。恐れ入りましてございます。駿府の御所様はお高き方との噂を受けたまわり、いささかなりとも軍旅にお役に立ちたいと念じ、ちまき50家米20俵心を込めて炊き出しましてございます。自分もどうやら昼ご承諾下さればありがたく存じます。その他酒魚たくさん持参いたしております。神妙なことと存じます。それは心気いたること。もはや正午に近い。喜んで納めよう。ありがたく存じます。この窪で昼食せよ。この暑さでは保存がかなうまい。領民どもの新末皆に分けて取らせ。はっ。わしの両取りで落としました。我が旗の落ち進むところ、鬼神も表を避けるとは見えるが、死にゃいたい。止めよ。待れ親方様。この辺りの村長や神主どもが陣中見舞いの見せ物を持って参りました。首相なりよ。あれかは酒、縁起物の果汁売り、昆布、それに鯉までございまする。待って、どうしたものか。まあこの暑さじゃしのげる良き場所はないか。かの者たちの話では、この先桶狭間山とか申す風通しの良い涼しい丘があるとのことでございます。それはよい。まあ勝ち戦の前祝いに討ち取った織田の侍どもの印を魚に歌いでもいたすか。あ、進め進め。この度の戦争おめでとうございます。戦争祝いの品でございまする。どうぞお納めくださいませ。全軍にそれを与えよ。はっ。実は
この百姓たちのほとんどは蜂須賀前野の忍びであった。無論この女たちも忍びである。まずここで今川軍は戦意を抜かれた。旦那様、戦の様子を見るだけですぞ。そうじゃそうじゃ、誤ってはなりませんぞ。分かっておる。来たぞ。くれっけ、まもなく親方様が参られるぞ。行け。吉本の本陣だな。女はここまで来るのか。今川の有利は動きませんな。信長はおそらく清須にて牢城でございましょう。いや、吉本をここまでおびき寄せたるは藤吉郎殿の手はず通り。この地には何かが起こる容器に見せておる。何かとは何じゃ。ん、うん、うん、信長いかがした。親方様、松平勢が丸根砦、朝比奈勢が鷲津砦を攻め落としたとの知らせにござりまする。おお、して信長は。信長は鳴海城に対する全勝寺砦へ向かったとのよしにござりまする。そうか、なれば我らが大高城に入り次第鳴海城の岡野に攻めさせればよい。そこを我らが挟み撃ちにする。はっ。信長はもはや袋のネズミをの。そう攻め急ぐこともあるまい。馬の国には兵馬を休める。良き陣場は見つけておろうの。はっ、すでに整えてございまする。いずこじゃ。桶狭間でございまする。桶狭間。他の軍勢が来る。中島取れてから。いずぞ。どれほどの兵じゃ。300足らずとのことにございます。その程度の兵なら、鷲津取りで行った安友の兵を向かわせればよかろう。それがまだ、兵たちは鷲津取りでにとどまっておるとの知らせがあり。まさか。乱取りを行っているのではあるまいな。安友の兵だけではなく他の兵たちも乱取りに走っているとのこと。愚か者めや。敵が残した食い物や金目のものを漁り回るのは野党と変わらぬゲスの振る舞いぞ。それだけは禁じたはずだ。申し訳ございません。やむを得ん。本軍から兵を出しその300を始末いたせ。戦しているとは思えぬ静けさじゃ。一雨来るか。申し上げます。うん。先方からの知らせによりますれば、織田の本隊およそ2000動き出したとのことにございまする。2000と申したか。はい、2000にござりまする。本体にしては少ないの。皆の者に伝えるのじゃ。兵の数で敵を侮ってはならぬと。はっ。急速猫を噛むと申す。はっ。早よ攻めてまいれ。さすれば戦は終わる。
兄正嗣殿は親方様のご命令でおとりとなり、全員討ち死にと決しているのだ。なぜ一緒にいるのだ。お前、血を分けた兄弟が無駄無駄命を散らすのを黙って見ていられんのか。わかった、わしも討ち死にしてくれよ。大将、長次郎、わしはこういうのはとても見過ごせんのだ。ついて行けません。帰る。おう、マッチによろしく伝えてくれ。アホー。機長様、お久しぶりございます。様之助よりこちらのご様子を聞き、いても立ってもおられず駆けつけました。ご無礼の段お許しください。十兵衛、よう参った。だが来るのが遅い。大手いろいろ知恵を借りたいと思っていたが、殿はすでに出陣なされた。もはや打つ手はない。あのお子は、天から降ってきた大事な預かり物じゃ。で、信長様の行き先は。伝承寺砦じゃ。そこで今川と一戦交えると。信長様の兵の数は。分からぬ。どこへ行く。お役に立てるかどうかは分かりませんが、全勝寺砦で。孫助殿、千年異能に耐え果て、今度は正嗣様を討ち取れ。さっさの家は何松様、ただお一人。話せ。兄正嗣の無念を晴らすのじゃ。何松様、何松様、逃げろ逃げろ、来たぞ来た。来たか、前だ、来たぞ。何松、親方様のそばで思う存分働け。長次郎、首にかぶるな。逃げろ逃げろ、何松、逃げろ。ついて祈るのじゃ。信長に天お味方になるよう祈るのじゃ。もっと天に届く声出しなされ。どうならなくてもわかる。八塚と前の塔の面々、百姓は金と遊女に身を変え、今川勢に酒魚女子を進め、骨抜きにしておるとのことにございます。おお、なりました。兄正嗣、ご命令通りに見事散りましてございまする。正嗣の命、決して無駄にはせん。ひるむな。さっさ早田の将殿に
300の兵を繰り出させたところ、今川は本軍から1000人以上もの兵を出してまいりました。残るは5000余りかと。よし、それならやれる。よいか、この先の山沿いの道を桶狭間へ向かって走る。他の者に目をくれるな。狙うは今川義元ただ一人。義元の居所は塗り腰が目印じゃ。出陣。皆々よく聞かれよ。この一戦にて我らは生死決まる。されど今川の兵など恐れるに足りず、あの者たち昨日から夜通しの戦いで十分に痛めつけられておる。我らは目覚めたばかりじゃ。勝って祝いの酒飲もうぞ。これより出陣いたし、敵の正面をつく。まずは攻め、次に引く。攻めては引き、引いては攻める。敵をますます疲れさせ翻弄するのじゃ。そして万が一敵崩れたら、休む暇なく追い打ちかける。敵は全て切り捨てにて首輪を取ってはならぬ。一人でも多くの敵倒し、三河の彼方へ追い払うのじゃ。では武運祈る。今川義元は桶狭間に兵を休めるものと思われます。今川支部の大夫油断し、人事で主演を催している様子。うつらないわ。お前は柴田勝家様に新しく仕える甲賀の忍びの者にて、滝川一正と申します。義元は桶狭間か。そこが義元の師匠。全軍に決定。投票に構わんな。狙うは義元の首一つ。申し訳ます。七田寺の神より報告。長吉元の本陣は今桶狭間山にて休息中で、あるか。親方、時は今でございますぞ。敵は油断をしております。やらばら。あるべ、バカにしたこと言ってシャーシャーと。目の者、旗を外し、桶狭間山の吉元の本陣に切り込む。天の理、我らにあり。不足無駄のや。我が吉元の命だ。雨か。雨か。あいにく雨にござりまする。今日一日やみそうもありません。やまずばやまずともよい。雨の中の勝ち時もまた面白かろうって。これこれ、信長にとって天の雨やもしれません。なぜや雨が信長を助けるんだ。この雨では馬の足音がかき消されまする。2000や3000の兵を幻にいたしましょう。戦は武勇だけでは勝てません。父上、この先は今川勢で義士だ。脅かすな。父上が亡くなられて亡霊になって出たのかと思った。一度おめえの戦ぶりを見たいと思うてな。
前田家に伝わる将軍地蔵や兜の中に入れておけ。ありがとうございます。松に似ておろう。きっとおめあを守ってくださる。心配しなくていい。死ぬほどの無茶はしない。そうか。この下に岩陰がございます。そちらにご同行ください。ここは吹きっぱなしだ。下に撃てるぞ。勘助、こたびはまた何用ぞ。はあ、先だっては吉本様に早々に下がるよう叱られましたゆえ、我が主の言を伝えるを逸しました。信玄殿が何ぞ。虎王丸様のことにござりまする。武田家といたしましてはやむを得ず討ち取ったことゆえ、何とぞご容赦くださりませと。わらわもまさか長久が善徳寺を出奔するとは思わなんだ。致し方なきことと心得ておる。咎める心はないとお伝えせよ。はあ、ありがたきお言葉にござりまする。ところで吉本様はそれがしの進言受け入れていただけましたでしょうか。まだわからぬ。ああ、夢大高城へは向かわれぬようお祈り申しまする。何故じゃ。何故そちはそこまで信長を恐れる。いえ、大高城へ向かう道筋には桶狭間なるところがござりまする。桶狭間。ああ、起伏があり山陰も多く、もし吉本様がそのあたりでご油断めされ、その動きを織田方に見透かされ、奇襲など仕掛けられてはひとたまりもないと案じた次第にござりまする。奇襲。はい、織田信長なる者をよくは存じませぬゆえ、あくまでそれがしが織田方であれば、そう案じた次第にござりまする。ご無礼つかまつりました。待て勘助。まさかそち、まさか。何事にござりまするか。わざと言うたのではあるまいな。そちが進言すればそちを毛嫌いする吉本ゆえ逆らうはずと。それであのような。いや、めそうもないこと。少しでもお役に立てればと思うたまで。そこまで仰せられてはそれがしも心外にござりまする。おう、
雨にござりまするか。きっと恵みの雨にござりましょう。ごめんくださりませ。山本殿、約束通り来られたな。うん。吉本はどこにある？今川殿はこれより下の狭間道を五丁ほど東に寄った百姓屋で雨宿りしておられまする。百姓屋は三軒、そのうちの一番大きな家が本陣にございます。よもや見間違うことはございますまい。よいか、一気に本陣を突くのじゃ。吉本が首だけ狙え。他は帰りに見るな。おお、吉本が首取ったらすぐさま引き上げるのじゃ。なあ、やむよじゃ。行け。礼を申す。礼などいらん。さらばじゃ。5月には珍しい雷雨が桶狭間に迫りゆく織田軍の姿を覆い隠した。暑い、これ重い、なんとかせえよ。ああ、はよ戦などない世の中にしたいの。まあ都へ行けばうまいものもあり、わしの好きなあけまりも担当できようものの。それまでしばらくの辛抱じゃ。もうはい、辛抱じゃ。